全国のの皆さん、こんばんこばは、元ヤクザの G です。本日のお話は「七代目山口組新体制都市伝説三つの条件とは?」について語らせていただきます。 元組長、今日はちょっとしたお話がありましての、自宅に訪問させてもらいました。あのですね、先日依頼を受けた銭の回収の件ですが、なんかわしに言い忘れていたことはおまへんか。ごとうよ、わし何度言い忘れてたことがあったが、それは相ど先日お目に頼んでだ、白浜の剣と岐阜の剣はどれなっとるんや。 白浜の恩帯とは、全く連絡が取れず、パチ屋の社長にも連絡を入れたが、今だなんのアクションもおまへん。また一方の岐阜の県は、当初の見立て通り、間に現役ヤクザが入ってきて、ちぎった話をしてきてますが、一応わしの判断では、どないもならんとだけ言うときました。ちなみに岐阜の県だけは、全額回収は難しいと思いますわ。ごとよ、まだった。白浜にはわしがら一回連絡入れる、ところで岐阜のヤクザ者とは農地組が。元組長、いや関東のヤクザ者です。 それよりも先日の話ですがのあの400万の債券の支払い時効が当の昔に過ぎてるため相手さんは支払いをしませんと言うとるとりあえず今からでも一旦裁判を起こし形上支払い時効の延長の手続きをしてくださいとこもん弁護士が言うてましたああそれともう1つの90万の債券は全額回収しましたが5・1・2で一瞬にして銭がなくなりましたようわまがさしたということです後藤よそれはどういうことかいの実はですね昼寝をしていたら おいてめえ、起きねえか、私は神様です。これはこれは、あなたが神様ですか。今日は特別、おめえにとっておきの情報を教えてやる、五、一、二の一発勝負をしなされ、それでは神様はこの辺で消えるとするか。神様、ちょちょっと待ってください。オタクはギャンブルの神様ですかそれともただの貧乏神ですかそれは、後ほどにわかる、ではさようなら。 こんなまさゆめを見たんですよ。そこで元組長、わしは8月22日の日に、日本未来プロジェクト競争、すの絵の7レースの5、1、2、2個の銭をすべてかけ、一発勝負をしたが、レース結果はなんと、1、2、3でした。やはり夢に出てきたあの神さんは、貧乏神さんでした。おいこらてめえ、人の銭で、何を勝手に一発勝負しとんじゃ、貧乏神もクソも知るけまたお前の借金が増えたの、このままではいずれお前の自宅を抑えることになるど。元組長、 それだけは勘弁しとくなはれ。わしはこの先もあんたの手足となり銭の回収に精進しますけ。ですがの、わしからもお一つあんたに忠告しとかなあかんことはおまんのや。元組長さんよ。あんたか資金業の登録許可書を持ってましたかの。後藤さんよ。その話はさておき、なんやニュースによると大型台風が接近してるみたいですが、あんたの自宅は大丈夫かね何かあった時はいつでも遠慮なく、わしのおうちに来なさいよ。 元組長、それともう一つ聞きたいことがおましての、話によると初代山口組の時代の頃から、次の代を取る者には三つ四つの条件があり、この条件をクリアせんとトップの座布団には座れん、というような都市伝説があると聞きましたんやが、もちろん元組長は、役座歴がかなり長いお方や。そのあんたがこの話を知らんわけがないわな、もしよかったら話を聞かしとくなはれ。ところでも、と組長さんよ、さっきからあんた一人だけ、美味しそうな茶を飲んでまっけど、わしの茶は、おまへんのか。ことよ。 茶が欲しいんか、それやったらまだ湯飲みにちょっとだけ茶が残っとる、これを飲んどけ。元組長さん、これはこれはありがとうございます。なんでやねん、わしはいくら猫舌といえども、さすがに我の残した茶は用のまん、さっさと、キンキンに冷えたうまい高級茶を持って今回。後藤よ、そう怒るんじゃねえよ、確かにその話はかなり昔に聞いたことがある、あれはわしが二十代いや三十代の頃に、元の兄貴から聞いた。元組長が、 20代30代の頃といえばおよそ50年前ぐらいの話ですなまあそういうことになるかいの正義よ今年もまた寂れた正月になりそうやのわしに資金力さえあればこの銭を遠慮なく持っていけとお前に貸したれるんやがそういうわけにもいかんなゲンの兄貴お前にやるではなく 貸したるの方でっか正義よ当たり前やがななんでわしがお前に銭をやらなあかんのや玄の兄貴はほんまにケチな男やの可愛いい射程に銭をほったるという気持ちはおまへんのか正義よヤクザの世界は何よりも銭がなかったらあかんのやお前はアホやからわからんと思うがよう考えてみ銭を運んでくる子分と 全く銭を運んでコンコ分を天秤にかけたら、言わずとも銭を運んでくる子分の方を、親分は可愛がる、また親分に可愛がられたら、何かと融通が利くこともある、そして最後は頭の座布団に座り、気づいた頃には次の代を取っていることもある。だが、元の兄貴、うちとこの親分は銭う々ぬより、ヤクザなるもの、義理人情やと日々言うてまっけど。お前は、やっぱりアホやの、親分の裏の顔を知らんだけや、あの人は裏に回れば、 ゼニゼニというとるがな、それはそうと正義よお前も知っての通り、うちとこの親父は本家の執行部や、実はな、親父は密かに山口組のトップの座布団をネロ取る。しかしながらトップの座布団に座るには、執行部一同が認める条件をクリアしてるものしか推薦されん。これが、初代山口組の頃からの、必死の起きてや。現の兄貴、その条件とは一体どんな条件でっか。よし、今から言うと、要聞とけ。一つ目、山口組の中で、 最大勢力を誇る組織。二つ目、多くの若い衆が抗争で体をかけている組織。三つ目、覚醒剤歴のないものこの他にも、人脈並びに一晩で、奥の銭を動かせるものというような条件もあるらしいが、大体は、先ほどの三つの条件が伴っていれば、確実に推薦枠に入り、あとはどれだけ直さんたちから人気があるか、というような話になる。そして、この時によく起こることが、派閥と分裂や、 後藤よ、こんな都市伝説的な話を数十年前に兄貴から聞いたが、もう今の山口組には推薦という話はない。なぜならば、行動会が山口組を支配し、また独裁組織に変わり果てた、この先、長らくの間は、ナンバーワンとナンバーツは、行動会のもので固められる、これが世に言う、ちょっとやそっとでは、崩れぬ行動会体制というやつです。元組長、わしもこの先、行動会が山口組を支配すると思います。 ちなみに五代目山口組時代にこんな噂を耳にしたことがあります。その噂というのが、桑田親分や倉本親分は執行部の座布団に座り、組織力もあれば、直さんたちから人気もある。だがこの二人は、若い頃に覚醒剤の噂があるため、どうあがいても大はとれん、と聞きました。あくまでも噂ですけど。確かに三代目から五代目時代にかけては、 覚醒剤は5ハットと言われ、これを破ったものは必ずと言って良いぐらいに山口組から処分されていたが、中には処分されんものもいていた。ですがの、6代目2代が変わり、表向きは覚醒剤は5ハットと言っているが、裏では暗黙の了解や、まあ時代の流れというやつですかいの。 ああ、覚醒剤でもう一つ思い出したことがある。元組長、ほんのちょっとだけ話がずれますけど、一昔前にこんな話がありました。司かさおや高山若頭は、覚醒剤に関しては、それはうるさい人で、もし行動会の若い集の中で、先ほどのものに手を出したものは、いかなる理由があったとしても、即組織から処分していた。ですが、ある人物は若い頃に覚醒剤に手を出していた。という根強い噂があった。そのある人物というのが、なんと、原三代目行動会の会長です。後藤くんよ、この話をしたら、 また君が狙われるかもわからんが、とりあえずその話は。あれは確か竹内さんが、まだ高山さんと知り合う前の、神谷一家にいていた頃に、若き日の竹内さんは、に手を出していた、そして時が流れ、竹内さんが高山組の若頭に就任したと同時に、先のことを読んでいた高山さんが、 この話に観光令を引き全てを握りつぶした、というような、真実の、いやいや、噂話が実際にあったんですよ。元組長、これ以上深い話をしたら、またわしが、ここで、急遽話を強制的に変更させてもらうよ。それともう一つ、初代谷正界会長、谷親分が、竹内さんの杯月はの面、と言って都政の世界から引退した理由が、ようやく今になってわかったような気がする、元組長。 それは相当、いずれこの先山口組は、七代目体制に変わる日が訪れる。そして竹内さんが七代目の台を取り、竹内体制が発足したと同じくして、頭の座布団にの内さんが座る。しかし本家敷さんの中には、また行動会体制か、この体制はいつまで続くんや、と思うものも少なからずいている。そこで、高山の頭が、七代目山口組総裁の座布団に座り、本家敷さん方に睨みを聞かす、という流れになりますね。 後藤よ、七代目云々の話より、まずは一日でも早く構想を終結してからの話やがな。元組長、そういうことですか、わかりました。ほならわしは、そろそろおいたまさせてもらいますわ。 もしもし、おはようさん、元法人会の若い週か、実はな、悲しいことに朝の9時28分頃に、うちとこの猫ちゃんが亡くなった、ちょっと話を聞いてくれるか。じいさん、おはようございます。やはり猫ちゃんは亡くなりましたか お前にも言うたと思うが、猫ちゃんの体調が悪くなった日から、わしは毎晩猫ちゃんと一緒に寝ていたが、あまりにも体がしんどかった猫ちゃんは、決してわしの布団に入ろうとしなかった。しかし珍しく朝方にふらふらと歩きながら、わしの布団に入ってきたんや、そして二人でテレビを見ていた数時間後に、いきなり猫ちゃんがものすごい力で痙攣を起こし、その数分後に亡くなった。おそらくかなり苦しかったんやろな、最後に涙を流してた。じいさん、猫ちゃんが珍しく布団に入ってきたんは、あんたに最後のお別れを言いに来たんですよ。 そしてあんたは、猫ちゃんの死を見届けた。それでよかったですやんか。だがわしも嫁も娘も、必ず回復すると思ってたが、猫ちゃんは結局死んでもうた。そこで家族会議をした結果、自宅の庭に猫ちゃんの墓を作ることにしたんや。悪いがお前も手伝いに来てくれ。ちなみに猫ちゃんの墓石を作ってくれる業者を知らんか。じいさん、死急に探しますわ。もうしばらく時間を置くんな晴れ。元は回収よ。とりあえず今から猫ちゃんの仮装に行ってくる。 また夜にでも連絡を入れるわもしもし元若いしゅうか無事に猫ちゃんの仮装が終わったそれとな猫ちゃんの話とはちょっとずれるがわしきづいたというよりふと思ったことがあったんやじいさんお疲れさんですふと思ったとはどういうことでっか 今回は、急な出来事であったため、全く付き合いのない、岐阜よりの動物霊園に仮装を頼んだんや、本出屋の霊園から約20分ほどかかる場所に仮装場があった。このような理由で、わしらは霊園の事務所で待たされ、約1時間後にどこからともなく軽音に乗った、おっさんが現れたんや。おっさんはわしらに向かって、そろそろ行きましょうかと言うてきた。そこでわしは、おっさんに向かって、本だら、ケツから車でついて行きますわ、と言い返した。するとおっさんは、仮装をしてる場所までの道が非常に狭い、その車では無理です。この軽音に乗ってくださいと言うてきた。 じいさんほんでその軽四に乗り込み、現地まで行ったんでっか。元若い修よ、乗っていかなしゃないがな。それから、どうなったんや。狭い軽四に乗り込み、山道を走っていたら、おっさんがいきなり、ここから先は車がかなり揺れますんで、しっかりと持っといてくださいと言うてきた。そして舗装されてない車が一台ギリギリと折れる、石だらけの獣道を約10分ほど登ったところに、レンガで作られた、小さな小屋があった。元若い修よ。この小屋がおっさんが言うてる火葬場や。 じいさん、そんな場所に、しかも獣道でっか。わしも嫁もびっくりしながら、おっさんの案内で小屋の中に入ろうとしたときに、中からまた別のおっさんが出てきた。おっさんはわしに向かって、この時期なかなか、火葬炉が冷めませんので中は非常に暑いですが、堂々入りくださいと言ってきた。こんな流れで小屋の中に入り、二つの古びれた火葬炉を目の当たりにしたわしは、頭をよぎった。じいさん、なんか引っかかったことがおましたんか。そうや、京都死体なき殺人事件のことや、元若い収よ もしもこのような山奥で、全く人気のない場所に、火葬炉を持つ業者とヤクザが裏で繋がっていたらどうなるじいさん、つまりそのようなとっておきの場所で死体を処理すれば、決して亡骸は上がることがないということやな。ちょっと待てよ、そういう場所を持っている、組織があると聞いたことがあるな。元若い州よ、その組織とは、〇〇会のこととちゃうんか。じいさん、そうです。〇〇会の枝の〇〇組です。ちなみにその動物霊園は、なんちゅう名前でっか。 元は回収よ。あんまり大きな声では言えんが、動物霊園の名前は、横文字や。 次回の動画は、アニキシリーズ第8話、ヤクザの起きて、中野回襲撃計画というお話である。それでは、本日もご視聴いただき、ありがとうございます。よければチャンネル登録ならびに、グッドボタンの方もよろしゅうにお願いします。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。